眼科医の平松です。今日はまぶたが下がる眼瞼皮膚弛緩症についてお話しようと思います。まぶたが下がるっていうから眼瞼下垂じゃないのっていうと、まぶたが下がるにはいくつも原因があるんですけど、結構大きく分けると眼瞼下垂と眼瞼皮膚弛緩っていうのがあります。眼瞼下垂っていうのはまぶたを上げる筋肉が衰えちゃったり、まあもろもろいろんなねファクターがあるんですけど、まあ上げにくくなっちゃうよっていうことですね。眼瞼皮膚弛緩はここのまぶたの皮膚が余っちゃってて落ちてるよと。実はまぶたは上がってんだけど、これが重くて邪魔でこう下がってるように見えてるっていうのが問題ですっていう、まあそんな感じになります。なので手術としてはまぶたを上げる手術はしません。だってまぶた普通に上がってんだから。だからまぶたは上がってんですよ。ただ重さがあってこうタランとしちゃってるので、このタランとしてる皮膚を取ってあげましょう。皮膚切除術っていうのをするって感じです。まあ一般的には加齢性年齢性が多いですけども、目をこすったり紫外線浴びたりだとか、まあいろんな要素で、まあ、なってくる人はいるかと思います。じゃあなりにくくするにはっていうと、やっぱり目をこすらないように日常生活気をつけていただければと思います。まあ、手術術式等に関しては、まあ、主治医と、まあ、相談って感じになると思います。また眼瞼下垂、まぶたが落ちる方に関してはまた別動画で説明しているので、まあ、そっちも見ていただければと思います。よろしくお願いします。